俺今日ニュースで初めて知ったんだけど、結構前から話題らしいんだけど、鶴岡八幡宮ってまたあのでっかいのあるじゃん、鎌倉の方。鎌倉にあります、ね、何度も行ったことありますよ。あるでしょ、鎌倉好きですから、うん、あそこの警備員の服知ってる？ちょっと調べて今。今ね、話題というか、まあ毎年正月になると話題、ホットワードになるんだけど、鶴岡八幡宮の警備員の制服があってね、それがあのザ・レッドコートズっていう、もう名前がついてんの。ほんとだ、かっこいい。かっこいいでしょ。ベガみたいだね。そうだね、ストツのベガみたいな、ベガみたいなね、赤いね、めちゃくちゃかっこいいな。そう、これがね、こう毎年正月になると話題になってる。ちょっとこれ並びの見せて、これかっこいいなめちゃくちゃかっこいいよね、これ。すごい、レッドリボン軍かみたいなね。うん、で、このサイト行って、ここのサイト、あのそこのね、バイト募集のサイトがあるの、うん、そこのサイトの、なんていうの、このサイトの、なんていうの、この色とか画面もなんかちょっとね、寄せてんのよ。あ、これでいい、警備これ、うん、ほらかっこいい、サイト、めちゃくちゃかっこいいでしょ、このサイト。ちょ、みんな一回見てください、ザ・レッドコートズで調べて。めちゃくちゃかっこいいでしょ、このサイトも。かっこいいな、高い。いや、そりゃ時給は年末年始の仕事で。まあまあ、でも結構時間あるな。いや、でもこの制服着たいっつって結構応募者いて。いや、そりゃそうでしょう、レッドコート隊ね。レッドコート隊いいじゃん。いいよね。だからこういうのやるだけでさ、また参拝客増えたりするよ、絶対。あれ見たいとかさ。